局。お疲れ様です。デビッドソン打った？明日は花だれ公演、サイン入り生写真届いておりました。あ、なんかツイッターでね、あ、ツイッター X でね、コカーの生写真届いたっていうツイート、ポスト、投稿見かけて、あ、届いたんじゃなーって。コカー通信とかでも来る。こんばんは。セブンの巨峰アイス、お早めにお召し上がりください。え、なんか美味しそうやね。俺も取れた。裏にもメッセージがあった。そう、裏にメッセージ書いたんよ。裏の端に。お、ツーショット当たったよ。ほんま？嬉しい、ちょっと嬉しい。こんばんは、こんばんは、笑顔ですよ。おいしい。え、何がこれ。飲み切りました、炭酸水。お、幕張ツーショット当たった、嬉しい。こんばんは。笑顔ですよ。もうさ、お腹もいっぱいになってさ、眠くなってきた。今日はちゃんあれ入ろうと思って、お風呂浸かろうと思って。理由はないけど、疲れるかな。お風呂入る、浸かるの。疲れを取りたくて浸かろうとしとるやけど。こんばんは、寝てください。いや、もう眠いよ。なんだかんだね、昨日は2時間ぐらいしか寝れなくて。いや、眠くなってきてないよ、ま、今はまだ。そう、眠い話しとったら眠くなるよ。こんばんは。明日は2公演あるんよ。今日はキャベツと納豆ご飯とゆで卵。お、一点返した。そう、朝早いけ見た今日。こんばんは。カップ一点返した、嬉しい。ステインでみろ、まっちゃんタイムリー。こんばんは。夜は風が吹いて涼しい、気持ちいいわ。解放、カープ頑張れ。初ココア楽しみ。そっか、なんかコロナ禍の間ってさ、え、待って待って、私と出会ったのはいつですか。皆さん昔から応援してくれた人もいる。私と出会ったのはどのタイミング。こんばんは。バラバラか。でも今度聞きたいな。朝晩涼しくなったね。そうじゃね、今年の2月、花だれです。昨晩オーディション6年前、握手会知ったのはごちゃ。2019年の握手会認識は去年。30年くらい前。わい、私生まれてないね。去年の初夏です。素敵にいいかな。いやー、でも最近花だれから多いね。
2019年9月15日。え、何年前？最初は隠れ推しだったのででも最初から見てくれとったのか。こんばんは。また来て覚える。まあでも来てくれんと覚えんけえね。でも意外にね覚えれるんよね。来てくれたらだけど、なんかあの AKB 握手会、初めて AKB 握手会に何 STU がさ、まあ、瀬戸内の声のリリースの時だったかな、それぐらいの時に。え、待って、今日今公演してるんかいね。ちょ、公演見たい。こんばんは。今日見に行けばよかった、見に行きたかった。コカに会いたい。リアルツーショット。 MC してる。ここは大人になった。ここはあの覚えの速さはすごい。ほんま？忘却。いやでもね、詰め込んでまた忘れちゃうこともあるので、スチューデンツから。わ、懐かしい。スチューデンツカフェラテにしたい。シャメ当たった。シャメ会当たった。可愛くしとかんといけんのんじゃけど、シャメって残るじゃん。コカード並んだら美女と野獣になる。いや、おもろい、その表現の仕方ならんわ。覚えの速さ、え、あれよ、美女と野獣じゃなくてティーカップの二人みたいになるんちゃう。ちょっと私がちっちゃいけ。こんばんは。こんばんは。襟が少ない分女子力。いや、待って、確かに今日はなんか女子力。これをやめて、もうペットボトルが倒れたじゃん。2個つけたらもう花って感じ。野球見てない。野球ない、テレビやってない。明日は花だれ公園、頑張るよ。お母ちゃんの部屋って女子っぽい。
どうかな。そんなこともない。こんばんは。眠たそう。いや眠くなってきた。私の口数が減ったらね、いっぱい喋らんといけん。口が開く。私いつもね、気づいたら口が開いとるんよね、前から。ちょっと横見せていこう。どう？横見えとる？がとろんて。パプリカ花が咲いたら、晴れた空に種をまこう。ハレルヤ、夢を描いたなら、心弾ませあなたとだけ。桜、いや桜これ、こんばんは。ジュフフジュフフ。昔の五感の録画見合わさらんでいいよ。雲の上の五感ちゃん、全然雲の上じゃないよ。雲の裏、雲の裏じゃないよ。でもなんかどういう感じなんかね、なんかめっちゃさ考える。みんなね、コカは生で見たら可愛さ10倍になる。だって生で見たら嬉しい。こんばんは。ぜひともお話し会が受付中じゃけーね。コカは汁なし担々麺食べれるん？え、食べれるよ。汁なし担々麺マジで。生だと緊張する？え、ほんまに？いや、生ココア、生ココアできる、あるよ。え、わかる、緊張するって。ほんま？お、初お話し会当たったよ、だって。嬉しい。申し込んでくれて嬉しいよ。ちゃんと緊張できるかな。いや、その心配いらんけ。緊張して、わあ、ココアだーって。え、ツーショットどうやるんかね。オンラインだったらさ、こうやってこんな感じだったや。もっと近いんかね。人、10月21日幕張、カイさん予想以上に背が高そう。え、予想以上に背が高いかな。あの、ちっちゃく見えるんやけど、 STU の中だったらね、ちっちゃくないけど。初ツーショット当たったよ、だって。まかりいけない？こんばんは。私の身長は154センチ。
143.8。 でも最初の頃はあの STU 入りたての頃は148センチぐらいだった。でも伸びた STU に入ってこの7年でほぼ負け法。うーん、待って待って、最後まで応援しよう。1点返したんやろ松山が打って。8回表流れは巨人。流れは阪神。10月からのドラマ下克上球児、主人公野球部がモデルです。すごっ。早く寝たら早く起きちゃう。早く寝たら、うん、早く起きちゃう。遅く寝ても早く起きちゃう。やっぱり目に涙が出る。カープどうなってる？3対1で負けとる。ロキオで旅行で広島行ったらコカのジップ見れた？どうやったらコカみたいに爆睡できる？え？どうやったら？なんかね、あのね、眠たいっていうタイミングあるやんか。わ、眠い眠い眠いみたいなタイミングあるやん。あの、その、それのちょっと我慢して本当にケロッと寝るタイミングで寝る。マカリメッセ通信当たったよ。え？通信当たったの？何する？ポーズ。触れんのかな。もうコロッと寝るためにコトンってなるためにあのなんていう、結構ギリギリまで頑張って起きとく。こんばんは。コロってなるためにほんまよ。お母ちゃんごきげんよう、ごきげんよう。筋トレして、最近は筋トレしてない。しなきゃ。こんばんは。我慢して我慢して、これぐらいよ。これぐらいで我慢して我慢して、はい眠いっていう時にこう、めっちゃもう爆睡できる。こんばんは。寝前だって今日ね、3時半に起きたんよ。いつもよりちょっと早い。もうちょっと寝れたのに起きてしまった。心配で。ブイ早く寝よう。明日もライブだけ。早っ。お嬢様、いやなんかさ、私
あの夢があって、いやこれみんな一回夢見ることあるやん。お城に住んでみたいとかさ、なんかもう豪邸がある家に住んでみたい、もうめっちゃ鮮明に覚えてる夢が3つあるんよ、私ちっちゃい頃。ちっちゃい頃になんか何回も同じ見た夢。なんかそこにはなんかね、庭があってね、まあ、お城みたいな家に住んどるんやけど、ほんまにヨーロッパのお城みたいな家に住んどるんやけど、なんか一回夢見、なんかその夢がリアルすぎてなんかめっちゃ覚えてる、そういう夢。本当にやなんか住んでみたいなって思う。前世の記憶じゃ違う、前世の記憶じゃないじゃろこれ。そうなんかね、もう今方言の広島の女の子になってるけど、昔はヨーロッパに住んどったんかな。いや怖い話じゃないよ。でも怖い夢も覚えてるやつある。あの小学校の渡り廊下みたいなところで何回もなんかあのハロウィンのお化けに追いかけられる夢。てか同じやつ何回も見るよね。普段はま全然夢見んのに。お嬢様っぽい。毎回同じ夢、あほとんど普段夢見んのんじゃけど、その中でも見るときは同じ夢ばっかり見とったけど、なんか覚えてる。同じ夢は何回も見とった、その日とかじゃないよ。解放、たまに夢にココア出る。ほんま？私夢に出てきたことある、みんなガチで、ちょっと嘘じゃなくてない。おもろい、一回やる、今んとこない。待って、なんかちょっと悲しい。いや別にいいんじゃけど、悲しい、別にいいんよ、別にいいんだけど悲しい。ないって、いや面白い。あ2回やる、今日頑張ってみる。いやどうやって頑張る、出演料高い。いや無料よ無料、オファーが来ん、オファーが。先日なぜかおきちゃんになぜか慰められる夢。やだー、私夢に出してマジで。はじめまして、ズフズフ聞いて、えありがとうございます。ズフズフ火曜日ここは夢の出演料無料よ、勝手に出していいよ、監督頼む、みんなが監督やろ。一回もオファー来んけど、夢に出てきたことあるって。妹、いやいいや、もう何の設定でもいいわ、何の設定でもいいけ。闇営業だ。いやもらってないけ出演料、夢で無料で。こんばんは、草じゃない雑草っていう。横綱でもいい。え横綱、いや顔だけ私ってこと。こんばん、サインいただいた。
逆にファンの人が夢に出てきたことないの？多分あると思う、あると思うよ私ガチで。なんかそれをなんか誰かに言った気がする。誰に言ったかな。出演料ください。あげんわ、あげません。ねえやめて、あげ出演料払わんけん。今日は私何の夢見るかな。仕事してる夢、え、あるよ。もうライブで大失敗する夢とか。振り込みでいいですので。いや、あげんわ。現金でもあげ、現金して、現金で渡してって言われてもあげんわ、その現金。夢で仕事、夢でもお仕事したことあるよ。そこでみんな出てきたよ、きっと夢で。こんばんは。あ、やばい、眠たい。本当に眠たくなってきちゃった。待て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 、急に眠気が来ちゃって、やばい。え、寝れる。お風呂入らなきゃ。5秒寝たらこのまま寝てしまう。ゆっくり休むね。みんな夢で会いに来てね、私に。あ、夢じゃなくて現実で、現実で会いに来てね。夢で会いに来、夢で会いに来れん、来れんのんなら直接オンラインお話し会でも会いに来てね。今回は頑張ります。今回は頑張って、みんな頑張って会いに来て。みんな待ってるよ。ではちょっとランキング読んじゃおうかな。おー眠気がやばい。13位ミヨロ、12位神戸の都市、11位ヘドウィグ、10位 OS、 9位モックン、8位水鉄、7位コニョ、6位ノッシー、5位おてもちゃん、4位サージカル、3位ツカ、2位ライトニング、1位はスバル。ありがとうございます。皆さん配信見てくれてありがとう。この後はゆっくり寝たいと思います。バイバイ、おやすみ。